今日の、区民体育祭の意気込みは何ですか？まあ3連覇かかってるんで、まあ、勝ち切りたいと思います。勝ち切る自信はありますか？あります。頑張ってください。あります。今日の区民体育祭のやりたいことは何ですか？やりたいこと、勝つこと。ね、君ふざけてんですか？やりたいことといえば勝つことでしょ。だから活躍したいことは何ですか？インタビュー。あーもういいや。じゃあ、最近調子が悪いので、まあいっぱいゴールを決めて、調子を良くしていきたいです。頑張ってください。はい。まあ試合に出て、まあ1点決めたいです。無理だね。じゃあもしベンチだったら何をしたいですか？ちゃんと応援していきたいです。頑張ってください。今日の区民体育祭で活躍したいことは何ですか？まあ多分ベンチなんで、しっかり外から声出して来てるよとかの声を出したいです。頑張ってください。区民体育祭で活躍したいことは何ですか？モザイク、モザイク、岩田モザイク、モザイク。何何何何何ですか？早くモザイクかけて。頑張りたいことですか？この人の顔汚い。なんだよ、もうちょっとやめろ。これデブが喋るの。もうちょっとふざけないな。もしトップ者だったら、真ん中でボールを要求して、前の人にボールを渡して点につなげたいです。頑張ってください。はい。今日の区民体育祭の3連覇かかってるので、やりたいことは何ですか？ですね、出れなかったら応援をたっぷりとして喉を枯らして帰って、もし出れたら3点決めたいです。頑張ってください。区民体育祭で頑張りたかったら何ですか？ドリブルでボール取れないこと。頑張ってください。今日の意気込みをどうぞ。今日の意気込みはやっぱ3連覇かかってんので、もし出れたら自分ができること精一杯をして勝ちたいです。もし出れなかったらどうしますか？もし出れなかったらもうみんいっぱいみんなで立って声を出して、もうワダブルの魂を見せつけてありますよ。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。頑張りたいことは何ですか？頑張りたいこと、あるだ、しっかり点を決めて勝ちたい。3連覇かかってるので頑張ってください。はあ、今日の区民体育祭で頑張りたいことは何ですか？できるだけ走る。はい。3連覇かかってるので頑張ってよ。今日の区民体育祭で活躍したいことは何ですか？何が活躍したいこと。活躍したいこと。活躍したいことって言う。もう頑張りたいこと。頑張りたいことは最近得点が取れてないので、すげえ、お前は取らへんでええよ。得点を取っていいチームの勝利に貢献したいです。頑張ってください。ダブルキャプテンの榎本健くんが来てくださった。今日の区民体育祭で勝ちました。次の意気込みは、今日良かったところはどこですか？今日良かったところは、まあ、あんまり決定機を外さず決められたところ。外してたよ。じゃあ悪かったところはどこですか？悪かったところは途中から1対1が甘くなったり。何悪かったんですか？1対1が甘くなったり、はい、行かなかったりしたところです。いや俺、ソウとワダブルエースの松本翔くんにお越しいただきます。いや、俺だろエース。はい、エースでもらってもらってもらって。君は5年の守護神です。いや、守護神じゃない。はい、今日の、区民体育祭勝ちました。はい。良かったところはどこですか？良かったところは勝ち切ったところです。じゃあ悪かったところは？悪かったところは久我山の戦った時に先制点を取られたこと。はい。じゃあ次への意気込みはどうですか？次の試合、まあこの時点で負けたチームも多いんで、そのチームのために優勝したいです。頑張ってください。はい、ありがとうございます。最強のディフェンダー
今川ドナルドにお越しください。最弱のディフェンダーです。最弱のディフェンダー。今日の良かった点はどこですか？良かった点。良かった点はコーピー君が変なキックをしたところです。これに勝ったことだ。まあね、なんとなく相手のシュートを止められたんだけど、じゃあ悪かった点はどこ？悪かった点ね、焦ってね、あれ、ちゃんと蹴れるところを蹴れてなかった。じゃあ次への意気込みをお願いします。次はね、ちゃんと相手のシュートも止めて、足踏ないでボールをちゃんと蹴りたいです。頑張りましょう。はじめさん、今日の良かったところはどうでしょうか？もうちょっと離れろ。今日の良かったところは、まあ、ちゃんと、パスが通ったっていうところです。じゃあ今日の悪かったところはどうですか？今日の悪かったところは、あんまりパスを受けに行かなかったところです。じゃあ次への意気込みはどこありますか？もうちょっと走りたいです。頑張ってください。ありがとうございます。シュートみたいなのが良かったね。悪かった点はどうでしょう？悪かった点はね、そんなに声出せなかったね。ね、コピロ君、じゃあ次に向けて次に向けて意気込みを一言お願いします。キャピー、おい、ちょっとやめろ、お前早く見ろ。次に向けて Thank you very much. Thank you very much. 浜田さん、今日の良かった点はどうでしょう？まあ、合計4分しか出てないんですけど、あれ、点ってかゴールの目の前まで行けるようなパスができたんで、まあ、4分でもアピールできたと思います。じゃあ悪かった点はどうでしょう？まあ、ベンチでちょっと声を出してなかったところで、次はもっとどんどん声出していきたいです。次への目標は何でしょう？まあ、パスの精度とトラップとか、まあ、細かいところをどんどん上手くなっていきたいです。ありがとうございます。ありがとうございました。以上、杉菜でした。岩田コーピーに変わります。おっと、最強の攻撃のガリガリ星人佐々木大成君ですが、お越しくださいました。今日の良かった点はどうですか？俺が決めたことだな。トップ下で、はい、いつもやってなかったところで最終不安でしたけど、はい、調子乗んなよお前。本当だよ、前やったの。やめろ、全くもう、日本代表、ほらやめろ、ほら、いや、行って良かった点はどこですか？トップ下で周りを見て、ケンとかソータに、アシストを回したことです。ちょっとやめろ。何？トップ下で周りを見て、ケンやソータに、パスを回したこと、パスを回したこと。悪かった点はどこですか？悪かった点は最終戦のトレーロスの試合で、中盤の92番に何これ勝てなかったこと。次への意気込み一言お願いします。何これ、絶対勝つぞ。ありがとうございました。次は最強の守護神キーパー村井哲太君に、村井じゃねえ、じゃあ石谷哲太君がお越しいただきます。今日の、まあ、良かった点はどこですか？すいません、はい、まあ、トレーロス戦で無失点に抑えられたことですね。じゃあ悪かった点はどこですか？久我山戦で先制点を取られたことです。次への意気込み一言お願いします。よかった、なんで顔出さないの？要するにイケメンだから見せない系なんだろ、どうせ。そうやってその未来で見ときなみたいな感じだろ。はい、今日の良かった点はどこですか？おい、デブあげる、デブあげる。おにぎりが食えたことです。って言ってみて。何って言ってみて。おにぎりが食えたこと。何だよ、全部じゃないでしょ。じゃあ俺食べたい。ゴールの方がやったけど、いつも私の方で、はい、ありがとうございます。悪かった点はどこですか？
はいはいはい、はいはい、弱いには体強いのもあるけど、はい、相手は抜けなかったから、はい、これから抜けるよ、うん、次への目標を一言お願いします。ですね、次は体強いのもあるから、頑張ってください。今日の良かった点はどこでしょう。ちょっと斜め。今日の良かった点は、まああれディフェンスをいっぱいカットして、あれディフェンスをカットしてってなんで。ディフェンス相手をカット、ドリブルをあれディフェンスして、それでアシストもコーナーキックのアシストもキックもうまくいったから良かった。悪かった点はどこですか。悪かった点はさっさと言え。やっぱもうちょっと剣のフォローをしたいと思います。じゃあ次への向けての意気込みは何ですか。次への意気込みはやっぱあの国体育祭優勝して3連覇に目指したいだろう。はい、と次の件良かった点をお願いします。良かった点ですかね、声がたくさん出したのが良かったですかね。悪かった点は何ですか。あとトラップができたのも良かったですね。次の一言お願いします。一言ですか、はい、一言はキモいよ。まあとにかく1点決めたいです。キモいよ。頑張ってください。今日の良かった点はどこですか。みんなが真剣に頑張ったところです。本当かよ。悪かった。最後まで諦めなかったところです。悪かったところはどこですか。悪かったところ、ちょっと疲れた、声が出なかったところかな。本当かよ。本当です。次へ向けての意気込みはコーピーがすごく頑張ったところです。次に向けては優勝目指します。はい、頑張ってください。永瀬コーチくん、俺はいいよ。ダメなの。そういうのダメ。今日の良かった点はどこですか。今日はね、みんな頑張ったからね。悪かった点はどこですか。悪かった点は、謙信が試合出たのにゴーグルしてなかったことです。じゃあ次への向けての目標は何ですか。優勝します。頑張りましょう。ありがとうございました。はい。